アメリカン航空965便墜落事故。アメリカン航空965便墜落事故。アメリカン航空965便墜落事故とは、1995年12月20日に、ボーイング757から223が、着陸前に山に墜落した、航空事故のことである。アメリカン航空965便、機体番号 N651AA はこの日、 乗員8名、乗客155名を乗せ、マイアミ国際空港を帝国より約2時間遅れで離陸した。機長はアメリカン航空で長年の飛行経験を積んだベテランであり、への着陸経験もあった。また、機体は新型のボーイング757から223であり、優れた自動操縦装置を持っていた。 コロンビアのカリ郊外のへ着陸するため降下中に機体が山に激突。159名が死亡、4名が重傷を負った。クリスマス休暇前ということで出稼ぎでアメリカに渡っていたコロンビア人が多く登場しいた。登場者の中には1960年代に怪奇派レスラーのザマミーとして活躍したプロレスラーベンジー・ラミレスがおり、彼も事故の犠牲になった。 経験を積んだベテランパイロットが乗り込み、優れた自動操縦装置を持つ新型の757から223が迷走して墜落したことは、航空業界に大きな衝撃を与えた。事故機が向かっていたアルフォンソ・ポニーリャ、アラゴン国際空港は、山岳地帯の中のおおよそ南北方向に走る谷間にあり、一本の滑走路がおおよそ南北に向いている。 無線標識として、空港の 17km 北に、ロゾ NDB57km 北に、ツルア VOR があり、また、空港の 14km 南に、カリブ OR がある。北方から空港へ着陸する航空機は、ツルア VOR から南進して、カリブ OR を経て南から滑走路01に、進入するか、 するは VOR からロゾ NDB を通過してきたから滑走路19に侵入するが、後者の場合は山岳を越えて、急速に高度を落とす必要がある。なお、この日は、管制塔のレーダーが、コロンビアの反政府組織に破壊されており、管制官は、機体の位置を把握できなかった。また、管制官はスペイン語話者であり、管制用語以外の英語に堪能ではなかった。 マイアミ国際空港を2時間遅れで出発した事故機は北方からアルフォンゾ・ボーニラ・アラゴン国際空港に接近し完成下に入った。その際に着陸滑走路を01にするか19にするかを問われた。本来ならば滑走路01を利用するはずだったが、運航乗務員は滑走路19を選択した。 滑走路01では一度空港を通り過ぎて南側から着陸するので遠回りとなる。これに対して滑走路19ではそのまま来たから着陸でき、着陸までの時間を短縮することができたからである。着陸前の慌ただしいコックピットで乗務員はコース変更に伴い、スラブ o r の情報を自動操縦装置から削除し、ロゾ NDB を経由地として 改めて入力しようとした。航空チャートには、ロゾ NDB のコードとして、R が記されており、まずこれを自動操縦装置に入力した。本機の自動操縦装置は、最初の1文字を入力したところで、その文字で始まる候補を表示する機能があり、乗務員は、R を入力したところで表示された候補の最初のものを選択した。ただし、乗務員は、R から自動的に最寄りの、 ロゾがトップに表され、それを選択したと考えていたが、実際には別の中継ポイント、ロメオ NDP のロメオがトップに出ており、これを選択していた。ロメオは、狩りから約212キロメートル、132マイル、東北東にある、ボゴタ近くの中継点だった。入力と同時に、高度を落とすべくスポイラーを立てて、降下に入った。一方、管制官は、 ツルア VOR を通過したらその旨を報告する様に乗務員に求めていたが、自動操縦装置からツルア VOR の設定が削除されていたため乗務員はポイントを通過したことを認識できなかった。経由地として、ロメオ NDB を設定された自動操縦装置はディスプレイに大きく、左に旋回する飛行予定コースを表示し、その通りに東北東に騎士を向けた。 しかし乗務員は異常に気づかなかった。また、管制官は、事故機から鶴は VOR 通過の報告がないことを、いぶかしんだが、レーダーが使えないことから機体が航路を外れたことを、把握できず、事故機に航路逸脱を警告できなかった。約1分後に乗務員は、迷走に気づき困惑したが、すでに機体は、山岳地帯に迷い込み、尾根に接近していた。墜落2秒前に、 GPWS が作動し、乗務員は機種を上げて、急上昇しようとしたが、降下のためにスポイラーを展開したままだったので、思うように上昇できず、標高、約2700メートルのエルギルビオ3をかわせず、山頂付近に墜落した。主な原因は、運行乗務員のミスによる、クフィットである。また、以下の点が挙げられる。事故後の初期調査では、仮に、 GPWS 作動後1秒以内にスポイラーを閉じていた場合、300を超えられた可能性があると指摘された。ただしシミュレーターを用いて実施した再現試験では決定的な結論は出なかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。